ジェットクローズ。麦ちゃん、ゴムだろ、あいつは。ジ、ジハハハ、何が起こったかわからねえって面だな。おめえの兄貴エースもそうだったぜ。俺がお前を掴んだ瞬間、分かったはずだ。俺の闇が引きずり込むもう一つのものは悪魔の力だ。つまり俺が実体に触れると能力者はその間いかなる能力も使えなくなる。そして俺はエースに勝った。わかるか、俺の前じゃ悪魔の実の能力は無力だ。それが何だってんだ。待てルフィ君、もうよせ。離せ。今はいかん、耐えろ。ダメだルフィ君、何が先だ。よく考えるんじゃルフィ君。白ひげの親父さんの船にいた頃からこいつは得体の知れん男じゃった。どんな手を使うたかは知らんが、現に今はあのエースさんさえ打ち負かすほどの力を手に入れとる。時間も体力もここで無駄にするな。感情に任せて今戦ってもエースさんの救出には繋がらん。